つ、どこで、誰に見られているかわからないため、一瞬の油断も許されない。やっべ、誰かいるんちゃうんか。大丈夫か。あ、やばいっすよ。絶対みんな潜んでるから。狙ってるよ。小鳥の鳴き声しか聞こえないんですけどね。このね、人に頼むのも静寂がね、めちゃくちゃ怖いんですよ。しかもめっちゃ面白いんですよ。こんなん大好きですよ。そういうのはね、テレビとテレビですわ。いや、もう俺ただ何もない、そうしかない、ね、いいよ。プレイヤーは残り1人になった時点での金額を獲得できる。俺より出るな。こっち後ろから来てへんのか。いる、いる、いる。怖いわ。高知が建物の反対側にいる福田に気づいた。電話で本部に連絡。おいしい。こっち大丈夫だな。福田君、250番。はい、はい。いや、いいね。密告の情報は全てのプレイヤーにメールで通知される。私か。飛ぶで。俺。高さんどこいたん。これいいね、かっこいいね、俺。密告したの俺ってちゃんと出んだべ。福田アホや。早。わ、徐々にちょっと動き出したな。よし。密告されたプレイヤーはゲームから追放となる。最悪やもう。